回転。はい。回転。油を伸ばす。あ、油。あ、そう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 。はい。あ、じゃあ、あれですね。回すやついりません。回すやつ。あの、これ。ああ、炒めるやつ。炒めるやつ。はい。あ、皆さんこんにちは。ただいまの時刻19時になろうとしてるんですけど、今日もね、朝から一日学校だったんですよ。で、今日から大学の方の授業も始まって、大学と予備校のハイブリッドみたいな。なんとですね、この大学の授業中にですね、ある方から DM が来まして、弾丸で今日明日と大阪に来る予定になりました。で、今来てますと。で、お時間あれば動画撮らないですかっていうね、お誘いをいただいて、ただいまから私のお家に来ていただいてですね、私のお家でコラボ動画を撮ることになりました。そのお相手がですね、なんと先週の大会でなんとプロカードを獲得した、オーバーボールチャンピオン、エリック・リルバー133シンガー、ルイ・セン・ホーカイ、マナゴ・シンタロウさんがもうすぐお家にいらっしゃいます。どんな撮影でもよかったんですけど、マナゴ・シンタロウさんのね、チャンネルを見たことがない方は一度見てほしいんですけど、すごいね、まあ、Vlog 系が多くてすごいゆるい感じなんですよ。どこか何故か同じ匂いを感じるような、もちろん菌量とかそういう話じゃなくて、なんかありのままなのかなみたいな感じの動画を載せてらっしゃる。で、思いつきました。私減量中で、慎太郎さんは一旦減量は終了したのかなって感じなんですけど、慎太郎さんもバッキバキなんですよ。コンディションが抜群で、減量も最強にすごいということで、ちょっと慎太郎さんの減量飯を作っていただこうかなって。うるさい。はい、という感じで今日は減量飯を作っていただきます。で、減量の極意とか減量のコツとか、まあ、いろいろお話ししながらですね、お話ししていこうかな。あ、そうで、私はですね、5月の初めにあったブレイズオープンっていうね、大会で慎太郎さんも出てたんですけど、そこで1回初めてちゃんと喋ったんですね。まだ多分距離感もよくわからないので、すごいなんか微妙な空気感になるかもしれないんですけど、まあその辺も楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。あ、じゃあ、おらない。あ、あれ、先週、はい、先週、先週プロになられた慎太郎さんです。プロに、一応 IFBB プロに。マジで凄かったです。とりあえず腹筋がやばいっていうね。あのボコボコ。もう消え、はい、消えましたよ。消えました。ちゃった。やっぱすぐ消えるもんなんですか。消えます。って言うて消えてないと思うんですけど、とりあえず今日は先ほども言った通り、慎太郎さんに減量のご飯を作っていただこうと思います。うん、で、私普段実は朝夜ご飯6時とか5時とか5時半か6時とかに食べるんですよね。だから。もうお腹ペコペコなんで、早めに作っていただいて。わかりました。頑張ります。よろしく頼む。はい、じゃあやっていきましょう。仕切ってもらっていいですか。あ、ごめんなさい。作って。ね、減量期の食は鶏胸ですか。鶏胸が半分以上占めますね。玄米ですか、炭水は。炭水って言うんですね。炭水カーボで言うんですか。結構カーボって言っちゃう。あ、カーボ。あ、なるほど、うん、かっこよく、じゃあカーボ。ごめんなさい、いや別にかっこつけてなくちゃ。炭水か、変ですね。カーボはじゃあ玄米ですか。玄米か白米か、なんかローカット玄米。あー、これローカット玄米です。めっちゃ良くないですか。めっちゃいい。だって150で40。うん、あー、そう、量食べれるからいいですよね、うん、これを測りたいん。あ、オッケー。なんかお皿見てる。すいません。なんか嬉しいみたいな。すいません。最後何キロカロリーとかなんですか。減量の時。
日によるんですよ。炭水化物めっちゃ低い日もあるし、あーなるほど、体感もあるけど、それこそ低い時は多分1500、600とかカロリー、はい、でもその分高い日があるから、多分平均的にいくと2000いくかいかないぐらいな。へー、いつも結構声小さめなんですか？え、声ちっちゃいですか？でかいから私がこれがすごい差を感じるんですけど、あなんか大丈夫かな？大丈夫ですよ、はい、静か静かですこれじゃあ沖縄に移住したり、あ、そうなんです、あの慎太郎さん実は沖縄に住んでるんですけど、さっき聞いた千葉出身らしくて、え、でも沖縄っぽい顔ですもん、濃いし、濃いのかななんで沖縄にじゃあ移住したか聞きます。沖縄が、いや普通に好きで、そう、なんか自分は沖縄が一番合うなと思ってるから、沖縄の上の方ですか下の方ですか？下の方かな、下、南の方ですか、うん、那覇市、那覇に近いかもしれないです。へー、うん、やっぱちょっと、なんかね一つのことにしか僕できないんですよ。いや、違う。なんかそう申し訳ないですけど、なんかね、そう。話すとこっちできなくなっちゃう。あ、なるほど。じゃあ、静かにしてください。頑張ります。なんか、なんか焼いたら水分飛んで量変わるじゃないですか。ああ、はい。これでいつも140します、私。これで。じゃあ、160g。これ喋りながらじゃ取れへんかったら、あ、でももう今計算数字ないから大丈夫です。あ、そう、数字があるとちょっと難しい、わかんなくなる、あ、すいません、それはあ、で今日ちなみに何作ってくれるんでしたっけ？今日はタコス、タコライスっていうのかな、タコライス、タコライスか、タコライス、なるほど、沖縄ですもんね、タコスのもと使って、そう沖縄、確か沖縄料理、いやでもこれそう、自分が減量中によく食べるんで、これなんかちょっと回転、はい、油を伸ばす、あ、油、あ、そうこういうこと、はい、あ、じゃあ、あれですね、回すやついりますよね、回すやつ、あの、これ、ああ、炒めるやつ、炒めるやつ、はい、これです、使うのは、でもちょうど僕それ使ってました、あ、そうなんですね、はい、なんかこの前大会で話したじゃないですか、はい、なんかほぼ始めましてだから、なんかですよね、だってあの時挨拶しただけです、そう人見知りタイプですか、はい、あすごいあ、そうで、この後慎太郎さんのチャンネルでは慎太郎さんが沖縄料理の原料食を作ってくれたから、せっかく大阪に来てくれてたので、で大阪の食べ物と思ったらもうたこ焼きしか私は思いつかなかったので、この後たこ焼きをするんですけど、あの慎太郎さんの YouTube をサムネバーって見た時に、まあめっちゃ腹筋じゃないですか、もうしかも腹筋がもうボン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 ってあって、たこ焼きやったらワンちゃん腹筋に見えるんちゃうと思ったんで、うん、いいっすね、あ、じゃ あの一応言ってきますね、でもこれあれですもんね、炒めて、そう、なんかこれ入っただけです、ね、それ入れただけですねこれが1粒入った感じですね、そう、なんか結局続けるから毎日、確かに大変だと続かないんですよ、簡単が大事、そう、これだけ素早く簡単に、まあでも野菜とか入れた方が絶対うまいと思うんで、あ、キノコとか、あ、キノコ入れてますね、そういえば、はい、そういえばあ、今回は忘れて、今回忘れてたの、でも、入れない時ももちろん、あ、なるほど、はい、じゃあ一番簡単で、一番作りやすいバージョンで作ってくれたって感じです、本当に必要なマクロだけタンパク質と炭水化物といいですね、僕は、これ本当は1袋 160g なんですよ、200ぐらい入れちゃう、あ、なるほど、2個、1袋に対して 200g にしちゃう、あ、2個ってことですね、2個、に、あ、肉あ、肉、そう、肉、見えない、あ、じゃあ入れるとこ取りますね、どっちに準備ないっすやった、ご飯できた、はい、あ、ありがとうございます、タコライスですじゃあそれこっちに持ってきてもらって、じゃ
ここでいただこう。見て、じゃじゃん、できました。作ってもらった。いただきます。うん、おいしい。おいしいですよね、普通に。おいしい、シーズニングうまい。いやでも多分これはあれ、炒め方がプロってた、うん、ああ、うん、ありがとうございます。 水具合とか。でこれ一袋のシーズニングが25キロカロリーとかやったからほぼゼロみたいな感じ。美味しい。同じ喋んないですよね。じゃあ減量の停滞とかしました？します？停滞っていうのはあんましないけど、コツ、コツ。あ、じゃあ他のなんか食べたくなったりします？違うもの。めっちゃします。そういう時どうしてたんですか？いやもう勝ちたいから我慢するしかない、うん、のとそのハイカーボの日がちょっとあるんで、うん、そこでまあ炭水化物を多めに食べるから。まあでも食べれないじゃないですか、結局どうあがいても、うんうんうん、だからまあ耐えるしかないですよね。それ、うん、めっちゃ参考にならない。動画とか 見るとかないんですか、食べ物の。でも見ると食べたくなっちゃうんで、 あんま見ないよね。じゃあ人にあげるとかそういうタイプでもないんですか？ないですよ。あ、人から忘れるタイプ。性格悪くないですか？なんかあれ見るかも、気まぐれクック。なんか気まぐれクックって海鮮なんですよ。あー、食べれるじゃないですか。その遠くないからストレスじゃないっていう。うん、そのジャンクフード食べられてるの見る方が辛いから。あ、辛いタイプなんですね。なんかみんな見てるイメージです。あ、なんか爆食とか大食いとか、行きたいお店のインスタとかめっちゃ見ちゃう。インスタで検索しまくっちゃうとか。私もそうなんですけど、食べたいもの買って食べてもらってるとこ見るみたいな。で満足するみたいな。ムカつくタイプですか？いや、ムカつかないけど、きついかもしれない。だったら見たくない。あ、なるほど。結構塞ぎ込むタイプということで。そうなんですか。すごい、絶妙な空気が流れてます、今度は。こんな感じで、すごい絶妙な空気感のまま終わろうと思います。あ、次はあれですね、一緒にたこ焼き焼くから2本目なんで、次撮る慎太郎さんの本動画は2本目で、もうちょっと慣れてるかもしれない。てか自分のチャンネルでもこんな感じですか？だそうですよね。いや頑張ります。いやでもここも頑張らないといけない。全然大丈夫です。これは編集でしとくんで、キラキラに。はい、そんな感じでとりあえずこれをいただいて、はい、よかったです、美味しく。めちゃめちゃ美味しいです。これちょっと減量で自分のレシピかのように、次自分の本動画なんか作りたいと思います。ダメですよ。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。